皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。世界一の規模を誇る大都市東京ですが、日本の長い歴史から見てみると、実は徳川家康が開拓した比較的新しい町といえます。1590年の北条氏小田原征伐の功績により、家康は関東8カ国を与えられ国替えとなります。しかし当時の江戸は決して住みやすい場所ではありませんでした。江戸城とその周辺地域はかつて太田道灌が治めていた頃のままの地形で、現在の日比谷あたりまで大きな入り江になっていました。そのことから井戸を掘っても海水の混じった水しか出ない、城の背後に野原だけが広がっているような土地だったのです。まず家康は生活用水を確保するため河川工事による埋め立てを行いました。千鳥ヶ淵もその一環で作られたと言われています。また日比谷の入り江を埋め立てて江戸の町を海側へと広げていったのです。今日ではおそらく家康の想像を超える巨大都市となった東京ですが、外国人からは世界最大の都市であるにもかかわらず、さまざまな面で驚異的な都市だと感じられているそうです。今回は特殊すぎると言われる世界最大の都市東京の話題と、それに対する外国人たちの反応を私エレンがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。外国人が東京という街を語るとき、あらゆるものが発展した巨大な都市であるにもかかわらず、あまりに特殊な街であり驚異的に感じられる点がいくつもあるというのです。何がそんなに驚異的に映ったのかというと、一見コンクリートで作られた人工的で機械的な街かと思っていると、意外に緑が多くバランスがしっかり取られているということ。これには東京は緑が少ない街だと誤解されているとの声が次々と寄せられました。そして世界一の巨大都市であるにもかかわらず、人々がとても規律正しく清潔で安全な街が保たれていることをとても特殊だと感じるそうです。このように外国人にとって東京は計り知れない側面が数々あると感じずにはいられないといいます。国連ハビタット、国際連合人間居住計画の報告によると、世界の人口の半分は都市に住んでいるそうです。2023年2月現在、東京都の人口は1400万人を超えていますが、一時期に比べると人口自体は減少傾向にあります。しかし東京周辺の都市まで含めた東京都市圏では約3800万人と言われており、東京は世界最大の都市とされているのです。ちなみに2022年の統計では、大阪、京都、神戸の都市圏は1900万人超で世界10位に入っています。東京は都市づくりグランドデザインという都市づくりの方針に基づき、セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティの実現に向けた行政計画を策定しています。世界に向けた役割としては、包容力を持ち多様な人々、文化の交流を育むこと、都市課題の先駆的な解決モデルを構築発信することや、伝統と先進を融合させ新たな価値を創出することなどが掲げられています。森ビルの調査機関、森記念財団都市戦略研究所が発表した2022年世界の都市総合力ランキングによると、1位がロンドン、2位がニューヨーク、3位に日本がランクインしました。この調査は世界の主要都市の総合力を経済、研究開発、文化交流、居住、環境、交通アクセスの6分野で複眼的に評価したもので、日本は経済、研究開発、文化交流の分野で高評価を得ていました。さまざまな面から見た東京、特殊すぎる街だと海外のネット上に東京のことが投稿されると、瞬く間にコメントは2400件を超え大盛り上がりとなりました。早速外国人たちから東京の街に対して寄せられた声の一部を見ていきましょう。東京は世界で最も巨大な都市なのに本当に綺麗な街だった、
それにあれだけの人が集まるのに規律が保たれているなんて驚異的だよ。町にゴミ箱がないのよ。それなのにゴミが捨てられていないのよ。驚いたわよ。ゴミ箱がないのには疑問が残るわ。ゴミ箱がないのになんであんなに綺麗な町が保たれているの？本当に謎よ。あんなに人が集まってくる町なのにみんなが礼儀正しいなんて俺の地元じゃ考えられないな。何に驚いたかって想像以上に綺麗な町だったんだ。それに緑が多く目についたよ。緑があんなに多いとは想像していなかったから本当に驚いたんだよね。とにかくロンドンより街が清潔だったよ。それだけで気分がいいよね。小さい公園から大きい公園までたくさんの公園があったよ。あんなに素敵な街づくりができる東京は本当に素敵よ。東京という街で生活する人たちの礼儀正しさには驚いたよ。あれだけ大勢の人たちがすれ違うのに問題が起きない。あれだけ大勢の人たちがみんな礼儀正しくて誠実だなんて奇跡的よ。東京は驚異的な街だよ。あれだけの巨大都市で安全安心、規律が守られている。東京のような街は世界中のどこにもないよ。60年以上前に日本に1年ほど滞在していたけど、今とは全く違っていましたよ。仕事柄当時の東京のいろんな側面を目にしたよ。これだけの巨大都市になるなんて感慨深さもあるけど、今ならきっと迷子になるだろうね。現在の世界三大都市はロンドン、ニューヨーク、東京だとされています。ロンドンは文化交流において圧倒的な高評価を得ており、海外からの訪英者が多いことの理由の一つになっています。一方、ニューヨークは経済と研究開発の2つの分野で首位を獲得。今後十分総合1位を狙える位置にいるニューヨークですが、実は総合的な成長率を見ると他国と比べると勢いが弱い点が課題と言えます。東京はというと、美術館や博物館などの芸術文化施設が充実していることや、近年訪日外国人客数が大きく伸びていることが高い評価につながっています。また公共交通機関が十分に整備されており、交通網の発達は世界随一と言われています。しかしタクシー運賃が割高である点が課題であると示唆されています。実は2022年世界の都市総合力ランキングでは東京の弱みも分析されています。物価水準の低さやメンタルヘルス水準、再生可能エネルギー比率については改善が見られるものの、未だ低い偏差値だと言われています。そして法人税率の低さや留学生数、その他にはコンテンツ輸出額や働き方の柔軟性については偏差値を下げる結果となりました。イギリスの国際市場調査会社ユーロモニターでは、世界100都市の魅力を6つのカテゴリーで比較する調査を行っています。この調査によると、堂々の1位はフランスのパリでした。フランスの首都で最大の都市パリは政治や経済、文化の中心であり、ヨーロッパを代表する街です。皆さんご存知のように、世界屈指の観光都市であるパリには、凱旋門やエッフェル塔、ノートルダム大聖堂などの歴史的建造物、ルーブル美術館やオルセー美術館など芸術分野の施設も多く、芸術の都の名にふさわしい街と言えるでしょう。そしてこの調査で2位に入ったのはドバイでした。アラブ首長国連邦の中心都市であるドバイは、アラビア半島のペルシャ湾沿岸に位置する世界有数の観光地です。人工島に建設された世界最高級の高層ホテルとして有名なブルジュ・アル・アラブなど、高級リゾートホテルが立ち並ぶラグジュアリーなリゾート地、観光名所の宝庫とも言われており、上空から見るとヤシの木を模したパームアイランドや、世界地図を模している人工島群のザ・ワールド、その他にも世界最大の室内スキー場であるスキードバイなどが有名です。現代社会ではこれまでにご紹介した都市に人気が集まっていることがわかりますが、それでは1000年ほど前の世界では一体どのような状況だったと思われますか？西暦1000年頃の世界で一番人口が多かった国は
スペインのコルドバで約45万人でした。続く2位は中国の海峰で約40万人。3位はトルコのコンスタンチノーブルの約30万人でした。現在とは地域も人口もだいぶ異なっていますよね。ちなみに西暦100年頃の1位はローマでした。また紀元前200年頃の1位は中国の長安で、紀元前1000年頃まではエジプト近郊の古代都市テーベが1位の人口を誇っていました。それぞれの時代ごとに人気のある都市に人々が集まり、人類は発展を遂げてきたのですね。外国人たちからは東京の街に対してまだまだ多くの声が寄せられています。最後にもう少しそんな声をご紹介していきたいと思います。東京はあれだけの巨大都市だよ。市民の規律正しさや秩序が守られていないとまるで機能しなくなるんじゃないかな。東京の街は寸分の狂いもなく正しく機能している。寸分の狂いもなくだよ。魔法の街だよね。あれだけの人口を有する都市なのに世界のどの国よりも安全だなんて驚異的でしょう。日本人には驚かされてばかりよ。あんなに大勢の人が行き交う大都市なのに、みんなが穏やかに安全に生活しているんだ。日本人の規律正しい姿勢に脱帽だよね。東京にはとにかく見事な交通網があるわ。それにとても正確な時間で運行されているの。その中であれだけ大勢の人が行き交っているなんてすごい街よね。東京は鉄道を乗り継げばどこへでも行くことができる。あの交通網はすごいよ。それに時間が正確だ。予定の時刻に電車が出発し、予定の時刻に目的地に到着する。こんな鉄道システムは世界随一だと思うよ。あれだけの鉄道網を作り上げた日本人はすごいよね。それに問題なく安全に正確に運行されている。あんなに緻密なシステムを作り上げるなんて日本人らしい偉業だよね。美味しい食事があるのも魅力よ。それにあらゆる国のレストランが共存しているわ。美食の街よね。食もインフラの一つだと思うの。あらゆる国の美味しい料理が揃っているすごい街よ。とにかく分け隔てなくあらゆる料理を受け入れてしまう東京。食文化の多様性を感じるわ。とても魅力的だよ。東京は緑を多く感じるよ。あんな大都会なのに至る所に緑がちゃんとあるんだ。それがとても安らぐ。だから日本人はみんな穏やかなのかな。東京の街中には至る所に神社やお寺、公園があるよね。都会のオアシスのように静寂がある。公園もきちんと整備されているからとても気持ちよく過ごすことができる。写真で見ると緑がどこにあるのかわからないのに、実際に東京の街に立ってみると必ず樹木が植えられている。大きな公園も小さな公園も散らばっている。とても快適な街だよ。あれだけの巨大都市の中に必要なものすべてが整っているわ。交通、食、文化、芸術、素敵な公園もあるし、全く飽きることがないのよ。大好きな街の一つだわ。あれだけの大都市なのに空気がきれいだよね。これはとても驚いたことなんだ。公園や緑が多いし、お寺がたくさんあるからなのかな。とにかくみんな一度は東京へ行ってみてほしい。そして東京という街を体験してほしいんだ。一度行ったら東京の虜になるよ。ぜひ行ってみて。あの巨大都市の中で規律正しく生きることのできる日本人がすごすぎるわよ。別世界に感じるわ。東京の街はあらゆるものが絶妙なバランスで存在しているんだよ。あのバランスはなかなか真似できないと思うよ。人口があれだけ密集している大都市には珍しく、空気がきれいで緑豊かよね。文化や食に多様性があり、交通機関も整っているの。それでいてビジネスの中心でもあるわ。東京の街を見習えば世界はもっと住みやすくなるんじゃないのかな。規律や礼儀、日本人の振る舞いができれば多くの大都市がもっと良くなるよね。日本特有の文化が集結したような街だよね、東京は。安全で文化的、民度も高い、次元が違いすぎる、驚異的な街だよ。今日の世界的な取り組みとして
住み続けられる街づくりが掲げられています。 SDGs の11番に挙げられている項目ですが、東京は特に恵まれている都市であると言えます。日本でも地方都市では人口の減少により過疎化が進み、地方都市の衰退が大きな課題となっています。買い物難民や空き家の増加もその一つです。近年では I ターンや U ターンなど地方への移住が推進されていますが、東京だけではなく、どの地方の町でも経済的、文化的に豊かになるといいですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。